続いては赤木アナウンサーです。台湾からやってきた勝利の女神に密着しました。昨日から始まったプロ野球クライマックスシリーズファイナル、ホークスは投打がかみ合い勝利を収めました。そして試合をダンスで盛り上げたのがホークスのオフィシャルダンスパフォーマンスチームハニーズです。そんなハニーズに今年期待の新メンバーが加入。実は彼女、私は台北出身です。ハニーズ初となる外国人メンバーなんです。台湾と日本のつながりのその存在になれるのが一番最後のことだと思います。We are Honey's No.1! 今日のアカプレはハニーズ初の外国人メンバー、その一日に密着しました。みずほペイペイドームの1階にある稽古場です。ファイナルステージ初戦を5時間後に控え、練習に励むハニーズの姿がありました。ハニーズは球場でのダンスパフォーマンスなどを通してファンの応援をより一層盛り上げるために活動するチームです。チュー・ピンハンさん、台湾台北市出身の彼女は今年2月チームに加入しました。そのハニーズに入ろうと思ったきっかけは何だったんですか？昔は台湾にいる時は AKB48 の台湾姉妹グループ AKB48 チーム TP のメンバーでした。小さい頃からダンスが好きだったというピンハンさん、台湾では AKB48 の姉妹グループ AKB48 チーム台北で活動をしていました。去年卒業してからやっぱりパフォーマンスすることが大好きで、日本にも住んでみたい、日本の文化が大好きなので。アイドルを卒業し次の目標を探していたピンハンさん、たまたま見かけたハニーズオーディションのお知らせに運命的なものを感じたピンハンさんは去年12月オーディションで福岡にやってきました。そして過去最多217人の応募者の中から見事ハニーズのメンバーに抜擢。2011年のハニーズ結成以来初の外国人メンバーとなりました。合格の発表の時、自分の名前を聞いた時はびっくりしました。本当に日本に来てこの仕事できるかな、なんか悩んでました。言葉の通じない日本での活動に不安も大きかったといいます。そんな彼女を後押ししてくれたのが、台湾のいる時だに、会長のニュースもたくさん見て、ここに来ての勇気を出しての理由の一つです。ピンハンさんは憧れの王会長がいるホークスを応援したいと日本に渡りました。10ヶ月前はほとんど日本語を喋れなかったピンハンさんですが、 YouTube の動画を見るなどして猛勉強。その過程を見ていたチームメイトは、日本語めっちゃ上手になりました。メンバーの中でも教え合ったりとか、みんなでなんか今日はこの日本語言ってみてみたいな。さらにピンハンさんが加入してから新たな変化が起きているといいます。なんかピンちゃんが入ってきて、そういう台湾の方だったり外国の方も興味を持ってくださったり注目してくださる機会も増えたと思いますし、なんか本当に幅が広がったというか、新しい風を吹かせてくれたなみたいな感じです。試合開始2時間前、ピンハンさんたちが向かったのはドーム外のステージです。ホークスファンの目の前でパフォーマンスを行いました。
ズのパフォーマンスを見たホークスファンは、すごい楽しそうに踊ったりとかするのを見て、こっちもつられて笑顔になるとか、日本語でありがとうって言ってくれるので、すごい可愛いです。試合前のオープニングパフォーマンスに登場したピンハンさん、軽やかなダンスで試合に花を添えました。ホークスパフォーマンスチーム、ありがとうございました。試合は序盤からホークス優勢で進みます。その頃ピンハンさんは客席近くでのパフォーマンスなどドーム中を駆け回っていました。ピンハンさん、次はどんなパフォーマンスするんですか？次はホークスのラッキーセブン、ラッキーセブンを踊ってからもっともっとエネルギーを届けますの感じです。始まる前に行われるラッキーセブンのパフォーマンス、ピンハンさんはいざゆけ若鷹軍団の歌詞に合わせ力強いパフォーマンスを披露していました。パフォーマンスの効果か、8回に山川の豪快なホームランが飛び出しリードを広げます。そしてクライマックスシリーズファイナルの初戦、見事勝ち切ったホークス、ピンハンさんは選手やファンに向けて最後まで笑顔を絶やさずパフォーマンスを続けていました。来ました、よかったです。今日の試合もめっちゃ緊張しています。控え室の時にずっと試合を見ています。なんかワクワクの感じで、最後は勝ちました、よかったです。最高のパフォーマンスでホークスに力を与えるピンハンさん、彼女は台湾出身の自分だからこそ実現したいことがあるといいます。台湾の野球のファンの皆さんも結構日本ペペドームに来て試合を見に来てました。台湾のファンと日本のファンのつながりの存在に なれるのが良かったです。はい、ハニーズやファンの応援を力に大事なクライマックスシリーズファイナル初戦を勝ち切ったホークスですが、その勢いは数字にも表れているんです。2024年シーズンの主催試合の観客動員数270万人を超え、272万6058人で、この数字は2005年に福岡ソフトバンクホークスになって以降最多となりました。哲夫さん、ハニーズのパフォーマンスもこの集客に結びついているのかもしれません。いや、なるでしょう。だからプロ野球ってやっぱりもうなんていうの、営業じゃないですか、もうイベント含めてね。だからホークスって例えばグッズ売る程度じゃなくてこういうのもあるし、そらお客さん来るでしょう、はい、多様なバックグラウンドを持ったこのメンバーもより魅力を増している。そうそう、僕の好きなライオンズは、ね、足りないんだそういった思いもちょっと出てきますね